3年半以上の待機を経て、去年国内で心臓移植手術を受けた男の子。再び学校に通う夢を叶え、少しずつ日常を取り戻しています。去年11月、大阪府で開催された臓器移植の啓発イベント。過去に臓器移植を受けた子どもたちが参加しました。どう？これ硬い。京都府に住む中園英信さんもその一人です。元気に小学校に通っていた英信さん、9歳の時に心臓のポンプ機能が低下する拡張型心筋症と診断され、心臓移植が必要と告げられました。日本の100万人あたりの臓器提供数はアメリカの51分の1、韓国と比べても9分の1ほどで、海外での移植に望みを託す患者が少なくありません。他に2人の兄弟がいることもあり、英信さんの両親は国内での移植を選択。英信さんは2019年に補助人工心臓を装着し、移植を待つ日々が始まりました。新型コロナウイルスの感染拡大で医療現場が逼迫したことなどから、2020年以降は移植件数が減少。英信さんの待機期間は3年半を超えていました。移植して家に帰って、やっぱり学校に行ったりしてみんなと勉強をしたいと思います。やっぱり家族で一緒になんてかご飯食べたりとかしたいです。そしていってらっしゃい。去年ドナーが現れ、英信さんは移植にたどり着くことができました。もう元気で嬉しい、その一言かな。なんかここの鼓動がドキドキが感じやすくなって、その時どう思った？元気に動いてるねって。移植後は長期の入院生活で低下した筋力を取り戻すため、毎日懸命にリハビリに取り組みました。移植から2ヶ月後には4年ぶりに家族が待つ家に帰ることができました。1ヶ月後には目標だった地元の中学校への登校を控えていました。みんなと勉強できるのは楽しみ、もうワクワクが止まらない。4年ぶりの登校日前日。どう？あ、重っ。こっち見て、バランス取れないかも。教科書でパンパンのリュックに大苦戦。明日からは給食だから明日はパンかな。火曜日やし。期待に胸が膨らむ一方で少し不安なことも。みんなに移植した子だから、なんていうか特別な扱いされそうで。登校日の朝を迎えました。今日何時に起きたの？6時半。制服を着て準備は万全。移植された心臓を守るための薬を飲んで出発です。そう、よし。今の気持ちは？楽しみ。入院中に中学生になった英信さんにとってまだ慣れない校舎、緊張とワクワクが入り混じります。
よろしくお願いします。クラスメイトに温かく迎えられ笑みがこぼれます。学校は病院や保護者と連携して栄新さんが移植を受けたことや生活する上での注意点を生徒たちと共有し受け入れの準備を進めてきました。栄新君やから、何かこう特別配慮とかこうめちゃめちゃ心配するんではなくて栄新君が普通の生活をできるようにサポートしていきたいなというふうに思っています。この日は体育の授業も。まだ同級生と同じメニューは難しいですが自分のペースで取り組みます。移植を経て再び学校に通うという夢を叶えた栄新さん。久しぶりすぎてもうすごく飛び跳ねそうな気持ちです。もう勉強頑張るぞって気持ちで今日見て初めて本当にああ4年頑張ってきてよかったなっていうのがもうそこに尽きる。あの子にとっては大きなまた新たなスタートラインに立てたんじゃないかなって思います。復学からおよそ4ヶ月栄新さんは充実した毎日を送っています。筋力や体力もついてできることが少しずつ増えてきました。今年の4月から本格的に部活を決めてテニス部に入ろうと思います。何もテニス部活見学に行ってきました。歩み始めた第二の人生。心の中のドナーと一緒に栄新さんは今を生きています。自分はまだ生きているよってだから一生懸命生きるよって言いたい。